教えてくれ。この体はいつまで持つ？体内のあらゆる場所で老化が始まっている。常人ならもう立ち上がることもできないはず。もっとあと半年、それがあなたの命。やめよスネーク、もう限界だ。俺にはまだやらなければならないことが残っている。これは正義ではない、あくまで非正義なのだ。殺しの依頼だ。頼めるか、リキッドの抹殺を。今や世界の軍備は軍事請負企業 PMC に大きく依存している。軍隊の民営化は PMC を肥大化させ、肥大化した PMC は兵士と民間人の境界を曖昧にしている。全人類が代理戦争に加担する。 PMC がそこまで軍備を整えるのを見逃していたのか。大丈夫です。相手はリキッドの紙幣部だけ、躊躇なしだって。英雄の時代は終わったのかもね。俺は英雄じゃない。これまでもこれからも。あなたに無駄死にしてほしくないの。それが俺の使命だ。スネーク、急いでくれ。リキッドが動き出した。リキッドの目的は兵士たちの制御システム、ソップの乗っ取り。誰にも奴を止めることはできない。戦火をさらに拡大し、かつてビッグボスが唱えていた理想郷を実現させるつもりなのだ。戦士が唯一生の収束を得られる世界、始めろ。戦争は人を怪物に変えるんだ。戦争が人を変える。終わらせよ、スネーク。全ての罰を僕らが受けるべきだ。どうするじゃ。